はい、こんにちは、116インズです。トレードデッドラインから数日ほど経過しましたが、今回はトレードデッドラインを振り返るような企画をやっていこうかと思います。今年のトレードデッドラインは近年稀に見る市場の活発さ、もうとにかく選手が次から次へと移籍しまして、当日行った配信では期限前後の1時間くらいはとにかく選手の移籍を追いかけるのに精一杯、そんな感じでした。配信の中でもトレードが決まるたびにトレードの感想とかお話はしていましたが、コメントでも結構ご要望をいただいていましたので、今回はトレードデッドラインで起きた個人的に印象的だった印象に残った出来事を中心にいろいろとお話をしていこうかなと思っております。まずは一つ目、個人的にこの夏成立したトレードの中でもかなり衝撃的だったのが、ホワイトソックスがクレイグ・キンブレルを獲得したこのトレード。キンブレルに関してはかつてエリートクローザーと呼ばれたピッチャーに今季戻りまして、移籍前の防御率がなんと 0.49。 カブスがプレーオフ争いから脱落したこともあり、キンブレルはこの夏の市場の注目選手でしたが、ただホワイトソックスはキンブレル獲得候補としてあまり上がっていなかった、そんな印象があります。それもそのはず、チームには絶対的守護神リアム・ヘンドリックスもいますし、まさかそこに加えてキンブレルを獲得する展開はちょっと考えもしていませんでした。どうも当日朝から交渉を始めて獲得に至ったそうですね。で、しかも見返りもまたすごい。キンブレルに対してホワイトソックスはセカンドのレギュラーニック・マドリガル、さらに昨年好成績を残したリリーフコディ・ホイヤーを渡すというなかなか豪華なパッケージで、ソラーカブスもホワイトソックスにトレードするよなという納得の内容でした。正直ホワイトソックスがまさかマドリガルを手放すとは。怪我で今季はもう出られませんが、アベレージをきっちり残せる選手で、これからのホワイトソックスを支える立場の選手かと思っていましたが、その選手をあっさりと放出。それだけチームとしては投手陣の後ろを絶対的なものとして、今季世界一を狙いたいという思いがあるんでしょうね。キンブレルの契約は今季までですが、オプションを行使すれば来季も残すことができますので、そのような点もマドリガルを手放す思い切った判断にもつながったのかもしれません。とにもかくにもこれで試合後半はキンブレル・ヘンドリックスという黄金リレーを組めるようになったホワイトソックス。この2人が後ろにいるんだったら7回までリードしちゃえばもう勝ちみたいなもんですね。続いてキンブレルをトレードしたカブスはこの夏一気にチームを解体しまして、2016年世界一となった当時の主力メンバーも一斉に放出しました。アンソニー・リゾーがヤンキースへ、ハビア・バイエズはメッツ、そしてクリス・ブライアントはジャイアンツへそれぞれ移籍。全員コンフ FA となる予定で、契約延長の話も進んでいなかったようなので、トレードは規定路線ではありましたが、それでもやはり寂しさと言いますか、ヤギの呪いを打ち破ったチームもついに解体となってしまったかという感想はどうしても抱いてしまいますね。ただ今回カブスはこの3人やキンブレルに加え、ピーダーソン、マリズニック、テペラ、チェイフィンも売りさばいた結果、プロスペクトを大量に補充することには成功しました。オフのダルビッシュ選手のトレードでもカブスはプロスペクトを補充していますが、とにかくマイナーの層は以前とは比べ物にならないくらいかなり厚くすることはできたと思います。このプロスペクトたち全員がメジャーリーガーとして成功するほど甘い世界ではありませんが、ここで蓄えたプロスペクトたちが花開き、次のカブスの黄金時代を築いてくれることに期待しましょう。次、配信中になんだこのトレードはとみんなで困惑しましたね。インディアンスとブレイブスのトレード。このトレードでブレイブスはインディアンスからエディ・ロザリオを獲得、インディアンスはパブロ・サンドバルを獲得しましたが、インディアンスはサンドバルを獲得後すぐに彼をリリースしています。もうこのトレードは見た目からして面白すぎる。ロザリオが動いたと聞いて見返りは誰なんだろうと思ったら、まさかのサンドバル。いや、サンドバルなんかいって突っ込みたくなりましたね。ロザリオは今季1年総額800万ドルの契約でインディアンスに加入していましたが、 OPS6 割8分5厘と振るわず、またデッドライン前に怪我をしてしまったため、トレードは絶望的な状況でしたが引き取り手が見つかったと。サンドバルを獲得してすぐにリリースしていますので、インディアンスからすれば完全にサラリーダンプが目的なトレードなわけですが、一方ブレイブスからすればほぼ無償で補強に成功したということにもなります。ブレイブスはオズーナが逮捕され、アクーニャが大怪我をし、チームもプレーオフに進めるかも微妙な立ち位置ではあるんですけれども、そんな中途半端な立ち位置でリスクを背負わずに補強し、まあ、プレーオフ行けそうな状況だったら目指すくらいのチーム状況にできたのは良かったんじゃないでしょうかね。ロザリオが復帰するまであと数週間程度かかるようですが、その時にブレイブスがまだプレーオフ争い、地区優勝争いに絡んでいるようであれば、このロザリオの補強が有効になってくる、そんな展開ももしかしたらあるかもしれません。
はい、続いてはマリナーズのトレード関連のお話。今期のマリナーズは思いのほか健闘しておりまして、ワイルドカードも射程圏内にあるわけですが、そんな中で守護神ケンドール・グレイブマンを放出したトレードは多くの人を驚かせました。もちろんグレイブマンが今期オフに FA となることが影響してのトレードでしたが、よりにもよってアストロズに放出したことも合わさって、現場やファン、地元メディアからかなり批判を浴びる動きとなってしまいました。ただそこはトレード大好きディポト GM、 やはり我々の想像を超える動きに出ました。レイズからディエゴ・カスティーヨを獲得してきたんですね。カスティーヨはレイズのブルペンの中でも重要な立ち位置を担ってきた選手で、今季移籍前の37試合で防御率 2.72、 そして14セーブ、グレイブマンと同クラスのクローザーを連れてきたばかりか、カスティーヨは今年含めあと3年半チームに保有権がありますので、グレイブマンとは違い来季以降の戦力としても計算できると。なるほど、これがグレイブマン放出に踏み切れた理由かと個人的にとても納得がいきましたね。グレイブマンのトレードが決まった時は彼の契約を考えるとやむを得ないとはいえ、ファンとして複雑な心境でしたが、あと3年以上も保有できる同クラスのクローザーできっちり穴を埋めてきましたんで、結果的にこの夏のマリナーズの動きには非常に満足しています。グレイブマンのトレードで獲得したエイブラハム・トロも早速バッティング面でインパクトを与える活躍を見せてくれていますし、まあ、現場の選手としてはチームリーダー的な存在であったグレイブマンが移籍してしまったのは納得しがたい部分もあるとは思うんですけれども、今のチーム状況に極端に左右されず、これからのチームにとってもメリットの大きいトレードを冷静に成立させてきたディポト GM はさすがだなと感じましたね。続いてはデッドライン当日にトレードを2件成立させてきたカージナルスの話。カージナルスはトレードデッドライン当日の時点でワイルドカード圏内まで 7.5ゲーム差、地区首位のブルワーズまで 9.5 ゲーム差とかなり差をつけられていまして、さすがにここから回転に回ってプレーオフ進出を狙うにしてもちょっと厳しいゲーム差だよななんて思っていたら、ツインズから J ハップ、さらにナショナルズからジョン・レスターと2人の左の先発投手を獲得するという動きに出ました。買い手の動きに出てきた時点でかなり驚きでしたが、ただチームの狙いがいまいちわからないんですよね。ハップにしてもレスターにしても今季の成績はパッとせず、ハップは今季ウィンザボールリプレイスメントがマイナス1.9、 レスターもマイナス0.9 と、今季の2人の内容からして先発陣がこのトレードでものすごく良くなったというわけでもないですし、また2人とも今オフ FA となる予定ですので、来季以降の戦力になるわけでもないと。チームとしてはとにかく先発としてイニングを送ってくれればそれで OK という方針らしく、また成績がそこまで良くはない2人ではありますので、カージナルス側が差し出した見返りも許容範囲内ではあるんですけれども、まあ後半の快進撃にわずかな期待を寄せる上ではありなトレードなのかなというぐらいですかね。ただカージナルスが置かれた今の状況を考えますと、やや不可解な動きなのかなというのが個人的な感想です。ここからはトレードしなかったチームに関する話ですが、ロッキーズのこの夏の動きはなかなかハテナマークがつくような感じでしたね。ロッキーズはトレバーストーリーに代表されるように契約が今季限りの選手がそれなりにいまして、他球団からの興味も集めていたようなんですが、実際にトレードしたのはマイカル・ギブンズのみ。ストーリーや先発投手のジョン・グレイはキープしたんですね。これもよくわからないんですよね。ロッキーズは昨年のオフにノーラン・アレナドを放出し、また NL 西地区の他球団の状況を考えますと、再建に舵を切らざるを得ないところで、ストーリーやグレイをトレードの駒に使えばそれなりのプロスペクトもゲットできたと思われますが、それをしなかったと。ストーリーに関しては今季成績を大きく落としてしまい、ロッキーズが期待していたほどのパッケージを提示されなかった可能性はありまして、それだったらオフに彼が FA となる際にクオリファイングオファーを出してドラフト指名権をゲットした方がマシと考えたのかもしれませんが、ただロッキーズ側がストーリー放出にそこまで真剣ではなかったのではないかという話もあったりと、チームの意図に関しては明らかになっていません。またグレイについてもこの夏の先発投手の市場の過熱ぶりを考えたら、こちらもいい対価を期待できそうでしたが、チームはグレイにもクオリファイングオファーを提示することを考えているそうですね。グレイの実績、それから今期の年俸を考えると、クオリファイングオファーを提示された場合グレイは受諾しそうな感じもしますが、ロッキーズとしてはそれでもいいと。個人的には今期のグレイが活躍していることはもちろん理解していますが、それでもクオリファイングオファーを出すほどのピッチャーかと言われると疑問符がつくので、なんかトレードしても良かったんじゃないのかななんて思ったりはします。こんな感じでロッキーズのこの夏の判断には個人的にはかなり疑問が多く、また同様に感じている選手もいるようでして、トレードデッドラインが過ぎた後に予想に反してロッキーズに残ってしまったストーリー自身も困惑しているというコメントを残していました。
トレードしなかった話で言えばエンゼルスもそうですね。エンゼルスはプレーオフ進出がやや厳しい状況にあり、デッドラインではアンドリュー・ヒーニー、それからトニー・バトソンを放出し、特に補強は行わなかったため売り手寄りの動きに出ていましたが、オフに FA となるクローザーのライセル・イグレシアスはキープ、キンブレルのホワイトソックス行きが決まったくらいの時間にエンゼルスがイグレシアスをトレード可能にしたと報道が出ていましたので、市場ではキンブレルに次ぐ立ち位置のイグレシアスならキンブレルを逃した球団のどこかしらから興味を引きそうだなと思っていましたし、キンブレルの対価を考えたらまたなかなかのパッケージも期待できそうでしたが、そこから続報は一切なく残留が決定。エンゼルスはこれからマイク・トラウト、それからアンソニー・レンドンの復帰により戦力面でブーストがかかる見込みで、もしかしたらプレーオフ進出の望みを完全に捨ててはおらず、よっぽどのオファーが来ない限りはイグレシアスを残す方針だったのかもしれませんが、まあでもワイルドカードの順位で上にインディアンス、ブルージェイズ、マリナーズ、ヤンキース、アスレチックスとこれだけのチームがいる状況ですから、イグレシアス売っておいた方が良かったんじゃないかなとは思いました。というところが個人的に印象に残った点でしたが、いかがでしたでしょうか。皆さんの印象に残った出来事などもぜひコメントで教えていただきたいところなんですが、まあ、ただ今回のトレードデッドラインなんだかんだ面白かったですよね。市場が活発だとやはり見ている側からすれば面白いですし、例年以上に注目度も高かったことは当日の配信からも伝わってきました。今年のためにトレードを行ったチーム、あるいは未来に向けた投資を行ったチームと戦略は様々でしたが、この夏に成立したトレードたちがこの後成果としてどのように現れてくるのか、こういった点にも注目してみるとまた面白いのではないでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。